張本は中学生の頃、姉を騙したヤクザを半殺しにした。守備は金にならないという理由で外野守備には力を入れず、自分の守備範囲も隣の選手に任せていた。張本は試合後に公式記録員に詰め寄り、失策を教習安打へ訂正させたことがある。女子ボクシングチャンピオンに対して嫁入り前の娘の殴り合いを見て楽しいのかねと言い放った。もちろん炎上した張本は言い方を間違えたと燃料投入し大炎上した。張本はキング和子と三浦和義に対し引退勧告をし大炎上したことがある。張本はなでしこジャパンのワールドカップ準優勝に対し、スポーツでは2番は意味がないんですよとコメントして炎上した。